取引を行いましょう。だな。わしが力になろう。出兵の向きが違うと思いますが。あ、それ、大丈夫ですよ。出陣するぞ。北条に出兵したかったんですが、戦争中じゃないと出兵できないので、直接関係のなさそうな島津に戦争を出しただけです。なるほど。その割には、2部隊でどうにかなると思っているんですか？2部隊も出せばどうにかなるでしょう。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支でございます。ご命令を。取引を行いましょう。だな。志果たせぬか。報告いたします。先月の収支でござ。闇取引失敗続いているな。とっておき見せてあげる。とっておき見せて。取引を行いましょう。だな。3ヶ月連続で騙されたのはきつい。絶対負けませんから。わしが力になろう。北条に戦争をふっかけました。参る。狙うお城を決めていきます。基本的に戦場が広いお城を狙っていきます。我に続け。参ります。続きなさい。遠いお家と勝負になるので、いきなり近場から狙うと負けた時に最小周に3ヶ月かかってしまうので、確定で勝てる場所を狙っていきます。方位46日、兵はとりあえず温存で迎撃用に保存です。報告いたします。先月の収支でございます。取引を行いましょう。危ない危ない、失敗しないで勝った。じゃ、そろそろ一気に北条さんを叩き潰すために、信玄さんからお城を根こそぎ借りましょう。お城いっぱい借りれて、軍馬7700でいいなんて、安くていいね。信玄さん自ら出てきてくれるなんて、信玄さん優しいな。出陣する。皆の力、合わせよう。北条さんも兵かき集めてき始めましたね。行幸16日なら、行幸で行きます。うわ、67100できたか。これは、無理ゲーですね。せいぜい5万くらいしかおらん、こっちは。1万5000兵力差があれば叶いませんわ。兵力差があった割には、3000くらい負けたくらいか。手動なら、絶対に勝てましたね。負けてしまったので、部隊を出します。
今度は負けられないので毎月消費4万2000ですと、あと4ヶ月持つので、大丈夫ですね。途中で養老は買いますので。今度は2万8000くらいでよかった。弱いですね。恥ずかしくないです。残存部隊だったので、勝ててよかったです。この戦、我らの勝ちですね。三崎取れたので飛び地ではありますが、ここから広げてきます。手を打とう。出陣しよう。商いを始めましょう。報告いたします。取引を行いましょう。ありがとうございました。我が領内に敵が迫っております。7500で岬が狙われているんですね。とりあえず武田さんから借りてる部隊で護衛に行きます。いざ参ろうか。信玄さん即ピロありがとうございます。城に頼るようだ。戦には勝てぬぞ。かたじけない。行くぞ。信玄さんにも護衛の準備に入ってもらいます。出陣する。強行で32日意外と流行っていいです。一応モグラもやっておきます。わしが力になろう。助立ちいたす。我が領内に敵が迫っております。大友さん、そっちが通称結びたいって言ってきたので結んでやったのに、そう来るか。大友見るぜん。あまりいい位置がないんですよね。城下町で当たりますか。一応城下町なら守り上げて兵数上限まで出せます。いざとなれば籠城もできるのでなんとかなりますね。200人しか兵残ってないですが、籠城できるんですか。敵が我が領内に向かっております。兵数はいつもほぼマックス付近まで増やしているので、1ヶ月当たるまでの期間があるので500人くらいは増えているはずです。行こうか。北条さん、ちょっとこれは厳しいですよ。守り上げなのでなんとかなってくれないかな。いざ参ろうか。勝ちは揺るぎません。いただきました。勲章五部をもって城となす。これでよい。とりあえずは包囲して北条の動きを見ますか。信玄さん頼みます。待て。報告いたします。取引を行いましょう。ありがとうございました。仰せの通り。だな。いや別に金銭余ってるので買ってるだけなので痛くはないです。皆の力合わせよう。どうやら口ほどにもないようですね。よし、立山取ったぞ。3万の強者で攻めてくるなら満期しろで当たれば勝てそうかな。続きなさい。皆の力合わせよう。上杉と最上は上杉につけば攻められることないので、ここは上杉につくふりだけして上杉から攻め込まれることを回避します。
ノップー大事な一戦だぞ。お城の兵も増えていなかったので、各局でもっと農場も即落ちてしまう。ノップーよくやった。4万2000も倒してくれたので、カウンターできるじゃないですか。出陣する。騎馬隊上げ戦場ですか。それなら、騎馬兵を持っていきますか。騎馬部隊を6個持っていけば、楽勝でしょう。さすがに、6万は持っていっても、溢れるので、多少調整して出兵します。出陣します。ここは、重要な一戦です。勝ってほしいところです。守り上げ1万、6戦対決ですね。ボロ負けですね。正直こと。あ、お城奪われてしまいました。取られたものは、あだこうだ言ってもしょうがないので、気を取り直していきます。悔しくないの？正直すごく悔しいですが、八王子は、信玄が取った場所なのでまだいいかな。強行38日、モグラ攻め行きます。大友とは、強行47日ですね。少し様子見ましょう。影勝さん、どういう風の吹き回しですかね。進展してほしいとか。報告いたします。先月の収支です。